と考えます。国家戦略特区ワーキンググループの理事については、運営要領に基づき原則は公開とするとの八田座長の方針に基づき、議事録並みの詳細な議事要旨を公表するとの運用が行ってきたものと承知しています。こうしたオープンなプロセスのもと、関係大臣をはじめ、誰一人として私から自由学部新設について、何らの指示も受けていないことが、先般の閉会中審査において明らかとなったところであり、そのことが今回の行政プロセスを評価するにあたり、最も重要なポイントであると考えております。今後とも必要があれば、私もこの点を説明してまいります。なお、国会での質問時間の配分につきましては、まさに国会がお決めになることであり、内閣総理大臣の立場として、私からコメントすることは差し控えます。公文書管理についてお尋ねがありました。公文書管理については、さまざまなご指摘をいただいたことも踏まえ、まずは現行法の中において、行政文書の作成、保存に関する基準の明確化、文書の正確性の確保等を内容とするガイドラインの改正を年内に行うこととしております。また現在及び将来の国民への説明責任を全うするとの公文書管理法の目的を果たしていくためには、公文書を扱う職員一人一人の意識をより一層高めていくことも重要です。各府省職員向けの研修の充実等を図るなどの取り組みを推進してまいります。こうした公文書管理の質を高めるための取り組みを推し進め、その上で必要に応じ、さらなる制度の見直しについて検討してまいりたいと思います。消費税率の引き上げ等についてお尋ねがありました。ご指摘のあった消費税については、世帯当たりの消費を捉える家計消費は、世帯人員の減少などから長期的に減少傾向となっていますが、一国全体の消費を捉える GDP ベースでは、2016年以降、プラス傾向で推移しています。